ラリの反応は時に白鳥、それでも待つ一歩を踏み出すとしよう。君は変われないと嘆き、でもどこかで変わらないと決めてないかね。君はやる気が出ないと嘆く、でも鼻からやる気を出す気がねえだけじゃねえか、yeah。 環境や誰かのせいにしてみたり、傷が少ない道を選んだり、誰も一人じゃない、共に強く進んでいきたい。俺がなればこれが道となる時が来れば、次の道が開く、だから今始まりの一歩を俺と踏み出そうよ。そう君がやればそれが道となり、不安があれば俺がいるぜ隣だから、今始まりの一歩を君も歩み出せ。見て見ぬふりするのは楽だよな、世の中そんな奴ばかりだよな。ああ俺の自由だったはずの言葉や思いがいつも何かに支配されているよ。ほらソーシャルネットに溢れるいいね悪いね、それを本気で思うなら叫べよいいね。フィルでただのネット上で見つけた情報や報道は君の手を取って導いてくれはしない。せおかしいものは正してもいいんだ、欲しいものいただきたいから誰もやったことない、オリジナルスタイルで。俺がやればこれが道となる時が来れば、次の道が開く、だから今始まりの一歩を俺と踏み出そうよ。そう君がやればそれが道となり、不安があれば俺がいるぜ隣だから、今始まりの一歩を君も歩み出せ。誰もが直面するような、いつも人間関係悩むような、嫌われないよう人に合わせて、意見さえもせずにまた抱えて、他人と自分をいつも比べりゃ劣等感に包まれるだけさ。人生は競争じゃない、誰かの期待を満たすために生きてんのかい。熱い目的を持てば嫌われることなんて何も怖くはないよ。変わる勇気も必要、ほら周りを見てみなよ、誰も敵ではないよ、同志がいてるよ、みんな見てるよ、メンバー見てるよ。俺がやればこれが道となる時が来れば、次の道が開く、だから今始まりの一歩を俺と踏み出そうよ。そう君がやればそれが道となり、不安があれば俺がいるぜ隣だから、今始まりの一歩を君も歩み出せ。本当は変わりたいんだろう、何も遠慮することないだろう、周りの反応は時に白鳥、それでも待つ一歩を踏み出すとしよう。